どうなってんだ。私たちあなたを起こして部屋を出ようとして、まだ夢の中なんでしょうか。以前に起きた島々の落下、あの時四大天使の権限を契機として世界は大きく動き出している。その速度はもはや誰にも止められぬほどだ。彼らの目的は現状をしゃかれない。だがこのままではおそらく多くの命が望まぬ結末を迎えることになるだろう。そしてそれはルシフェルも望んでいない。あなたは一体誰ですか。メタトロンと名付けられた。ルシファーの遺産、そう呼ばれている。先に権限した黒き者もそう呼ばれていたが、俺はあれの、そう、対の存在のようなもの。あのやべえやつの対の存在だ。神殿が崩壊した際に我らの封印が解かれたが、俺は覚醒が遅れ空の底に落ち肉体を失ってしまった。君たちの近くにいるサンダルフォン、あれのコアを媒介にかろうじて残留思念を空につなぎ止め、今こうして言葉を伝えている。よくわかんねえけど、幻聴とかじゃねえってことか。俺と黒き者はかの星の民、ルシファーの手により作られたうつろな存在。そしてそのうつろな魂ゆえ大いなる力を委ねられた。それこそ天使長に迫るほどの。しかし天使長ほどの力を持つということはこの自然界において奇跡のようなもの。黒き者、あれは力を持て余し、結果純粋な破壊衝動のみで行動し、この世の全てを破壊し尽くすまで果てなく動く失敗作となった。そしてその歯止め役として作られたのが俺だ。あれと同等の力を備えつつ秩序を宿したよりルシフェルに近い存在というわけだ。それは君たちも見たはずだ、あの白く輝く六枚羽を。新たな天使長サンダルフォン、ルシフェルの近くにいた彼なら役割を果たすに足るはずだ。ルシフェルも死の際でそれを認めた。四大天使を従うことだろう。あんた今やべえ状況なんだろ。そんな時になんでわざわざオイラたちのところに。うまぶしい。あなたがメタトロンさん。残された全ての力をここで使い、そして消えるとしよう。おいおい、もちゃすんなって。かつてルシフェルが課した竜の試練、君は見事それを乗り越えた。それは君がこの世界の得意点であることの証左でもある。しかしこの度現れた堕天使ともう一人の男、あれは見覚えがある。ルシファーと同じ星の民だったが、今や人ならざるおぞましい存在だ。この世界に存在するにはあまりにいびつ、あれもまた今や得意点であるかもしれない。世界が追消滅する可能性も考慮するべきだろう。君が動かす世界と奴が動かす世界、それにより生まれる摩擦が何をもたらすのか。黒き者と同じく俺自身、本来は思考という概念を持たない。おの近い未来、漆黒の悪意と闇が世界を覆い尽くす。黒き者の覚醒はその予兆だ。それを阻止するのが俺の役目であり存在理由でもあったが、もはやそれもかなわない。そしてそれをなすにはサンダルフォンだけではなく、得意点である君の力が必要だ。ルシフェルが信じた空の世界の力と可能性、俺も同じく信じよう。ただ
改めて今一度事実を更新するため、ここで代理として試練を与える。この空はまだ若い。しかし彼らが愛し、俺が生まれ、我々が生きた世界、愛着もある。だからあとは君に託す。己の宿命についてないよ思い見よとは言わない。今は漠然と求めるだけでいい。君はルシフェルに認められた。それはすなわち四大天使をはじめ我々も君を認めたことと同じ。これは選別だ。君が力を欲すれば誰もがその意志に応えてくれることだろう。新たな力を得る契機とならんことを。
機能。あの今の声、あなたも聞こえていたんですか？うん、何を言っている？今ドアを開けたら空が広がっててよ。そしたら銀色の天使が。天使？間抜けな顔をしていると思えば、どういうことか聞かせてみろ。メタトロン、そんな名前の天使は記憶にないが、寝ぼけているのか？戦火の交換に行きませんか？重たいなら私も一緒に持ちますよ。